藤波ファミリーズ六味ラジオ。皆さん、こんばんは。4月28日、水曜日21時になりました。先週からですね、この鳥越あずり FM でお届けしている、レオナズスタジオ、2回目の放送を迎えました。先週からですね、これまでお送りしてきた、藤波ファミリーズ6組ラジオを、まあ、内容もそうですし、名前もね、ちょっと変えながら、新規一点リニューアルをして、今お届けをして、今回が2回目という放送になります。ね、今ね、残念ながらね、緊急事態宣言下という中ではありますけども、万全の体制をとってね、今日も放送していきたいというふうに思いますので、最後まで50分間楽しんでいただけたらなというふうに思います。ということで、今日も早速いきましょう。さあ、改めまして先週から始まりました鳥越あずり FM でお届けしていますレオナズスタジオドラディションのレオナです。さあ、ということでね、先週から冒頭でもお伝えした通り、藤波ファミリーズ6組ラジオをですね、名前とそして内容を、変えながらですね、新規一点リニューアルをして、お届けをしている、レオナズスタジオ。まあね、僕が一人でこのスタジオの中でお届けするという形にはなってきましたけど、またね、定期的に地の方もこのスタジオに行きたいっていう形でね、顔出すよっていうふうに言ってくれていますので、その時はね、また随時またお知らせをして、やっていきたいなというふうに思いますので、ぜひ変わらずご期待をいただきいけたらなというふうに思います。さあ、ということでね、この番組始まる際はですね、まずは感染症対策の話からスタートしていきたいなというふうに思います。まあね、今先ほどお伝えした通り、緊急事態宣言下という中ではありますけれども、このねスタジオ鳥越あずり FM では、感染症対策をね、万全の体制を整えてくださって、この放送に臨んでいます。僕の方もですね、今まあスタジオの中、密室ではありますけれども、一人で放送をするということで、マスクは着用せずに、放送には臨んでいますが、スタジオから一歩外に出たところにいらっしゃるスタッフの方や演者さんは皆さんマスクをバッチリとつけて、感染症対策に取り組んでいただいています。そしてですね、このスタジオに入室する際は検温と、そして消毒、それもね徹底をして、で番組と番組が入れ替わる10分間の間にはですね、このスタジオ内の消毒であったり、換気であったりをですね、スタッフの皆さんが頑張ってやっていただいています。そして、このねトレイルというね除菌の機械も常にこのスタジオの片隅で、動いている、いつも通りの万全の体制で今日もね放送をお送りをしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。そして、先週もですね、いろいろと先々週の永井さんの登場の時もですけれども、今週もですね、こちらの方で、鳥越あずり FM の公式のツイッターの方で番組へのコメントであったりとか、それはね質問であったりとか、いろんなことね皆さんからお待ちしておりますので、一緒に番組盛り上げていただけたらなというふうに思いますので、こちらも積極的にぜひよろしくお願いします。さあ、ということでね、先ほどね頭から何回か言っていますけども、緊急事態宣言を、ね、またなってしまったというところで、なかなか息苦しい、ね、また日常になってしまっているという部分もあるんですけども、僕の方もですね25日、先週の、日曜日か、日曜日ですね、試合がありまして、もともとは有観客での開催の予定だったんですけれども、まあ、その2日前の23日に発表になって、緊急事態宣言が25日からという発表になって、大会当日25日というのは急遽無観客配信での試合、での、ね、試合という形になって、本当になんていうのかな、このプロレス界であったりスポーツ界に生きる我々としても、今の、ね、こういう状況というのがすごくこう身に染みて感じる出来事だったなというふうに思うんですけども、まあね、ステイホームしたりとかですね、そういうなかなか外に出にくい状況の中ではあると思うんで、必ずねこの放送は、万全の体制を整えながら、変わらずお届けをしていきたいなというふうに思いますので、おうち時間もねぜひね、楽しんでいただけたらなというふうに思います。さあ、ということで、冒頭、まず1本目のお知らせをご覧いただきたいと思います。それではご覧ください、どうぞ。 W
ドラディション公式 YouTube チャンネルドラディション TV、 ドラディションでの過去の名試合オリジナルコンテンツなどを無料で配信中。今すぐチャンネル登録を。ドラディション TV。 はい、ということで、今ご覧いただきました今週1本目のお知らせは、ドラディション TV、 ドラディション公式 YouTube チャンネルドラディション TV のお知らせでしたね。まあね、先週末、4月16日に行われたドラディション1年半ぶりの大会の模様がですね、ニコニコプロレスの方のチャンネルの方で、完全全大会全試合が放映をされたということで、たくさんの方がね見ていただいたというふうに聞いています。またねタイミングを見て僕の、解説だったりとかもしかしたら長井さんとかいろんな方の解説をつけてこのね今見ていただいたドラディション TV の方でまたね完全版としてまた各試合をお届けしていきたいなというふうに思っていますので、そちらもねぜひご期待をいただけたらなというふうに思います。さあ、そして、ドラディション TV ではですね、50周年、父のね、藤波辰爾50周年に向けて、いろいろな企画も今ね、準備をしていますので、そちらの方もぜひご期待いただけたらなというふうに思います。さあ、ということで、ここからですね、いつも通り曲とか、そういったものを紹介していく、エルズルームという形でご紹介をしていきたいというふうに思います。今週1曲目で、ご紹介するのはですね、アビーチーで、Wake Me Up っていう曲なんですけれども、僕自身ね、この曲もちろん聴いて、2014年かにリリースされたので、ちょうど高校生、中学から高校上がるぐらいの時だったかな、そういった時に聴いた、高校生か、そうです、違う、大学生だ。大学生の時にこの曲を初めて聴いて、自分的にもね、すごくハマった曲だったなというふうにやって、まあ、今回ね、こう、先週からこの番組にリニューアルをしてから、前後半でね1曲ずつ紹介するという2曲体制になったので、映画だけにはこだわらず、こういったね単独の歌手の方の曲もどんどん、皆さんと共有をしていきたいなというふうに思っています。でね、今週は、Wake Me Up Avicii さんの曲になるんですけども、まあ、このね曲もいろいろと調べていくと、2014年にね発売された年のビルボードのダンス&エレクトニックソングのねランキングの部門で、受賞、最優秀受賞していたりとかですね、本当にまあ全世界でヒットを飛ばした、曲になります。多分このイントロであったりとかそういったものを聞いていただくとどっかねもう聞きなじみもあったりとか、そういった形で、すごくね、皆さんの中にも浸透している、曲なんじゃないかなというふうに思いますので、ね、ぜひそういったところも楽しんで聴いていただけたらなというふうに思います。で、僕がさっき言った2014年が、ちょうど僕が2016年に大学を卒業したので、2014年だとね、真っ盛り大学生になったんですけども、まあ、その卒業して何年後かでね、2018年、もうそれこそ4月20日、28歳という形で、ね、若くしてアビジーさんがねツアー途中の場所でねこう突如急死をされたということのニュースが飛び込んできた時はね、僕らもすごくびっくりしたのを今でも覚えています。まあ、もちろんねアビーチさんってもう28歳、この当時28歳だから、我々と僕とが今27歳なのであまり変わりのない年なんですけども、実はねアビーチさんの曲で Hey Brother っていう曲もあるんですけども、なぜか父がそれにめちゃくちゃハマるっていう時期があって、ラジオで流れてきたこの Hey Brother に父がすごい感化されて、ずっとあれを大会の時に流してくれとかっていう風に言われた記憶もあるんですけども、そういった感じでね、まあ、全世代に通じる、まあ、本当にグルーヴ、そして曲、メロディーのかっこよさ、歌詞のかっこよさっていうのがある、歌手の方なんだという風に思います。で、2016年6月4日に大阪で、そして6月5日、ね、千葉のキューブシーマリンフィールド、今のね、千葉マリンスタジアムですけども、そこで行われたね、ライブにが唯一の生前ね唯一の来日公演だったということで、多分ねもう本当にこのままご存命だったらきっと何回も何回も、日本に来てねライブもしたりいろいろとされてたんじゃないかなと思って、僕もなんか一度はそういうライブも行ってみたかったなっていうふうに思う、残念でならないなっていうふうに思ってます。でね、もちろんグラミー賞であったりとかそういったものにもノミネートされたりとかっていう形で、そういうまあ商業、まあ、先週の曲もそうですけど、商業的にもそして批評的にもこう成功した方、若いねスターだったんじゃないかなというふうに思います。さあ、ということでね、今週1曲目に皆さんにお聞きいただきますのは、2014年にですねリリースされましたアビーチーで Wake Me Up です。どうぞお聞きください。
darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I. Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up.来ましたのは2014年にリリースされましたアビーチで Wake Me Up でした、ね、もちろん、ね、印象的なイントロから始まる、ね、曲で、そして、ね、アビーチのこのちょっとなんかなんていうかな、ハスキーな声っていうのも、ね、印象的なんですけども、まあね、この Wake Me Up、まあ、もう本当に題名にもなってますけど、僕の、ね、目を覚まさせてくれっていう形の、まあね、こうちょっと力強いメッセージが、ね、ある曲にはなるんですけども、まあなんかね、こう僕が結構ここの曲で選曲する曲の中ではやっぱりプロレスの曲の、プロレスの会場で流してもかっこいいだろうなって思う曲が比較的多いんですけれども、ね、今週もそういった形でこの曲を選びましたということでね、ぜひね、今後もね、いろんな形で、曲紹介も、していきたいなというふうに思いますので、ご期待ください。そしてね、また番組の後半ではもう一曲、紹介の方もしていきたいなというふうに思いますので、先週からね、曲が2曲になりましたんで、そういったこともね、たっぷりお届けしていきたいなというふうに思います。さあ、ということで、今週の藤波希からの
2つ目のお知らせの映像をご覧いただきます。それではご覧ください。特報、デビュー50周年あっという間の中50周年だったね。藤波辰巳デビュー50周年。まだまだプロレスが大好きなんだよね。プロレスのまだ青春の中にいるのかな。プロレス一筋50年。まあデビューしてからのこういろんな大会がね、いろんな試合が思い出されるんだけど、デビュー戦のこと、ニューヨークでのこと、ね、ジュニアのことからずっと長州選手とのこととかね、猪木さんとのこと、まあそういう思い出の中ではね、まあでも自分の中ではね、通過点っていうか、本当常にある自分の心の中の合言葉は I never give up、 これなんだよね。藤波辰巳デビュー50周年記念 The Never Give Up ツアーフェイズ1開催決定。まずは開幕戦 in 大阪 10.31 南港 ATC ホール、さらに in 東京 11.9 後楽園ホール。炎の飛竜藤波辰巳、前人未到半世紀の集大成、不屈の闘志が今燃え上がる。今こそ I never give up。 トラディション50年に一度の記念大会、歴史の生き証人となれ。はい、ということで今週2本目のお知らせをご覧いただきました。今週2本目もですね、先週からお届けをしています藤波辰巳50周年記念ツアーの特報映像をご覧いただきました。こちらもね、先ほどご紹介したドラディション TV でも、放送をしている、配信もしている特報映像になるんですけども、本当に1本ドキュメンタリーを見たような満足感のある特報映像かなというふうに思います。さあということでね、まあ、今の映像にもありましたけども、いよいよ、来週末の日曜日ですかねが、2021年の5月9日ということで、まさしく、父がね50年前にデビュー戦を行った日という形になってきます。ということでね、先ほどあったネバーギブアップツアーっていうのも、まさしくここからスタートを切るというところで、本当にそのメモリアルイヤーの、スタートを切る一日になってくるんじゃないかなというところで、現段階で、皆さんにお届けできる、ね、情報、50周年に関わる情報もですね、その5月9日に合わせていろいろと、ね、お知らせもしていきたいなというふうに思っています。本当にね、一言でね、50周年というと簡単かもしれないですけども、僕もやっぱりリングで受け身を取るようになってから、このリングで50年間受け身を取り続けることの大変さとか、そういった部分はね、非常に、改めて手前味噌になりますけども、本当に感じています。そういった中で、父が、まあ、僕の方もいろいろと今回ツアー名を、考えるっていう、ことにね、僕の方で、今回ツアー名を考えさせてもらったんですけども、父の段階、まあ、場合まだ50周年が終着点ではなく、あくまでも通過点だっていうことをね、常にずっと父も言っていて、ここで終わりではなくて、その先を見ての50年なんだっていうことを生涯現役を掲げているっていうところで、父もはもちろんね、永遠ではないから、いつかリングを降りる日が来るっていうことはもちろん言ってはいますけれども、そこで使うネバーギブアップではないなと、まだまだこう続く、そういった意味、そしてまだまだこれから現役を続けていくっていう父の心意気っていうものをずっと感じていたので、今こそ父のね、一番有名なモットーである I never give up っていう言葉を使って、ツアー名を表現をしようじゃないかっていうことに、なった経緯があります。ね、本当に1978年かな、1月23日かにね、ニューヨークのマジソンスクエアガーデンっていうロック、そしてエンターテインメントの殿堂である、スポーツの殿堂であるマジソンスクエアガーデンで、父が本当に一夜でこうスターになって、日本に凱旋帰国してくる前のね、こうインタビューとかで I never give up っていう言葉を発したっていうところからね、父のプロレス人生が大きく変わったっていうね、経緯があるので、そういったねものを旗印にしながら、2021年の本当に来週の5月9日から1年間、
本当に爆走するような1年にしていきたいなというふうに思いますので、ぜひね、あのドラディションを見ていただいている方はもちろんそうですし、あのドラディションに関わらず藤波辰爾を追い続けている方、そしてねプロレスを追い続けている方にとっても、あの意味のあるツアーにできればなというふうに思います。そしてあのそのこのツアーの中での一つのキーワードは、僕の中ではあのイマジネーション、想像力であったりとか空想の中で描いたものを今ここで改めてね、あの現実化させていこうっていうのを一つ合言葉にあのしていこうかなというふうに思っています。なのでね、このイマジネーションという言葉をあのこの、まあ、50周年の中ではねたくさん使うことになってくると思いますので、そのあたりもねぜひ皆さんも忘れずに、この、ね、ツアーの動向であったり50周年のイヤーを、動向を追い続けていただけたらなというふうに思いますので、ぜひ引き続きよろしくお願いします。来週の、ね、5月9日からがスタートですので、ぜひあのドラディションの、ね、ホームページや SNS でもバンとこういろいろと発表もしていきたいなというふうに思いますので、ぜひご期待いただけたらなというふうに思います。ツアーの第一戦は10月31日大阪 ATC、 そして11月9の後楽園と、そしてフェーズ1第一段階というふうに歌っていますので、来年以降もですねツアーは続いていきますので、その、ね、続報もぜひ楽しみにしていただけたらなというふうに思います。さあということでね、一曲紹介をして、そしてねお知らせもご覧いただいたということですので、今日真ん中でやるコーナーに移っていきたいなというふうに思います。続きのコーナーご覧ください。はい、ということで、先週からですね、レオナズスタジアム、スタディオっていう形で、番組もね、リニューアルをして、まあ、全てにね、エルズって名前つけたんですけども、まあ、僕自身も初めてこういった形で一人で MC をやるということで、自分の名前がね、これだけ連呼されるっていうのもちょっとこう恥ずかしい部分もあるんですけれども、まあ、あの、これだけ形でね、いろんな形で僕の興味を持っているものとかを紹介していく、コーナーもどんどんやっていけたらなというふうに思います。今週ね、あの、エルズピックアップっていう形で、僕の好きなエンターテインメントを、皆さんにね、紹介して、共有するようなコーナーもどんどんやっていけたらなというところで、新コーナーをスタートさせていきたいなというふうに思います。さあ今週ねお届けするエンターテインメント作品ですけれども、僕はあの、まあ、先ほどのザ・ネバーギブアップツアーとかのにフェーズ1とかつけてる時点でかなり影響を受けてるんですけども、めちゃくちゃヒーローであったりとか DC コミックス、マーベル、DC コミックス、ね、その他スーパーヒーローであったりとか、もちろんディズニーのファンタジーの世界っていうのがめちゃくちゃ好きで、父親たちにはね、もう両親にも本当にディズニーで育てられたなっていうあの記憶があるんですけれども、そのね、あのディズニーが、まあ、あのこの去年一昨年からか、ディズニープラスっていう形で、まあね、ストリーミングサービスがついに日本でもサービスが開始して、あのディズニーの作品がそのアプリケーションに入れば見放題っていう、まあ、ディズニーファンからしたらありえない夢のような時代が始まったなっていうところで、でその中でね、ディズニープラスの独占オリジナルっていう形でいろんなドラマのシリーズがスタートしてきているっていうのが現状あると思います。でいろんな方もねたくさん多分見られている、もうね紹介するまでもなく多分見られている方もたくさんいると思うんですけども、僕自身は特にまあ、もう本当に、スター・ウォーズ、そしてマーベルで育ったっていう身ですので、本当にね今そのディズニーがもうね、その2つも1つのグループに入ってしまったっていうところで、このディズニープラス1つ入るとディズニーのファンタジー、そしてピクサーのそのまあ世界、そして、マーベルのヒーローたちと、そしてそのスター・ウォーズサーガ、これから何百年も多分続いていくようなね、世界観に一つの、まあ、ストリーミングサービスに入るだけで見れるっていう、まあ、本当に、数年前では考えられなかったような夢のような時間が今始まってるなというふうに感じるんですけれども、そのね今回今週紹介したいなというのはね、その中でのディズニープラスで独占配信中のファルコン&ウィンターソルジャーのね、ドラマシリーズについてね、ちょっとね触れてみたいなというふうに思います。先ほどすごい僕も影響を受けているっていう話をして、ザ・ネバー藤波辰爾フィフティースアニバーサリーザ・ネバーギブアップツアーフェーズ1っていう形であえて最後にフェーズ1ってつけたのも、めちゃくちゃもうマーベルの世界観から影響を受けているんですけども、今ねアベンジャーズに始まアイアンマンから
始まったマーベルスタジオの単独作品の作品群ですね。その後キャプテンアメリカのザ・ファースト・アベンジャーがあって、その後ねマイティ・ソーがあって、ガーディアン・オブ・ギャラクシーがあってとね、どん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 こう作品が増えていって、アントマンも来て、最後ねキャプテン・マーベルとかドクター・ストレンジとかっていう単体のヒーローたちの、まあ、作品がこう連なっていって、その合間合間でねアベンジャーズっていうそういう、ヒーロー大集合の、アッセンブルする、そういう映画がねこう時折こう挟まってくるっていう、時間軸で今マーベルというのは展開をしているというふうに思うんですけども、まさしく今のね、言っている、ファルコン&ウィンターソルジャーっていうのは今ディズニー、プラスで独占配信オリジナルで、入っている人しかね今見ることができないという状態なんですけども、その、MCU マーベルシネマティックユニバースっていう世界観の中に直接影響を及ぼす、作品ドラマシリーズということで、今年の4月からかな、3月末、3月か3月から配信をスタートしたドラマになっています。でね、先ほどフェーズ1フェーズ2フェーズ3っていう形でいろいろと僕もザ・ネバーギブアップツアーについてお話ししましたけども、このフェーズっていうのが、まあ、マーベル、シネマティックユニバース、まあ、通称 MCU、このねマーベルスタジオが作る、一つの世界観の中で進行していく、作品群全て同じね時間軸の中で存在をしているんですけども、それをマーベルシネマティックユニバースっていう風に、表現をされているんですけども、そのアイアンマンね、ロバート・ダウニー・ジュニアが、主演になってスタートしたこの、MCU の世界観もついに、まあ去年一昨年か3年前に公開されたアベンジャーズザアベンジャーズエンドゲームかでフェーズ3っていう段階まで行って、一つね、まあフェーズ3の終焉があったというところで、新しく今始まっていくのがフェーズ4という段階に入ってきています。まあね、多分これから見るっていう方とか、ディズニープラスに入るともう本当懇切丁寧に、そのねマーベルシネマティックユニバース MCU の世界観の時間軸、なんていうかな、 MCU の世界観でアイアンマンやったり、キャプテンアメリカやったりとかっていう形で公開順はバラバラなんですけど、まあ、作品とか登場人物の年代を考えていくと、例えば、まあ、さっき言ったようなキャプテンマーベルであったりとか、キャプテンアメリカっていうのが、で世界あの第一次世界大戦かの時代の話だったりするんで、本来はアイアンマンより前の話なんですけども、まあ、公開順がこうポツポツポツってあるところで、まあ、どこから始めたらいいのっていう人が結構言われることもあるんですけれども、ディズニープラスに入るとすごく丁寧に時間順に時系列順に並べてくれてるので、その順番に見ていくと一つ一つの、MCU の時間軸歴史を追いながら、作品群を進めていって、その、終末であった、エンドゲームまでをこう一気見ができるっていう、最高の状況に今なっています。で、そこがさっき言ったエンドゲームっていうところまでが、フェーズ3、第3段階というところまでの、ものがあって、これからね見る方もいるんで多分ネタバレはなかなかできないと思うんですけど、本当にまあアベンジャーズの中で主軸だった人たちが、いろんな形で、物語からいろんな形で何とも言えないですけど、これからの新しい段階にステップアップしていくっていう状況になっている中で、配信をされている、作品になります。で、まあ、この前に、今年の2月から、全9話で配信された、まずね、ワンダビジョンっていうのがまずこのフェーズ4の、スタートだったんですけども、それもまた改めて、紹介をしたいなというふうに思ってるんですけども、この、ファルコン&ウィンターソルジャーは MCU の、世界観の中で、2作目となるドラマシリーズというところで、先月から配信されて、先週の金曜日で、第6話というところで、シーズンが、終了しました。で、僕もめちゃくちゃこの MCU って世界観にどっぷりハマって、いろいろと作品を見るようになってから、結構YouTube とか見ると考察系チャンネルとかいろんなチャンネルが存在していて、僕が結構見るのはガオーシネマティックスタジオかなっていう人だったりとか、ヨーダのなんていうかな映画解説っていうところかな、あとなんかいろいろなマーベルとかそういうヒーロー系に特化した考察系YouTube チャンネルとかも意外といっぱいあるんですけども、そういったところを見ると
僕らは本当に好きで見てるんですけど、それをもっと深めていって原作のコミックスと、その MCU の世界観のとの違いであったりとか、今後こうなっていくんじゃないかと、原作ではこうだったから映画の世界でもこうなっていくんじゃないかっていう話であったりとか、そういったものもどんどんこうなんていうのかな、紹介していってくる。あとは本当にトリビア的なことであったりとか、見落としたである、本当に例えば映画の後ろに飾ってあった表札がある時の登場していたあれでしたとか、本当そういうレベルの細かい話までしてくれる、チャンネルがすごくね今点在をしていて、僕もそういったものをこう見ながら、夜な夜な深夜に見ながら、思い出しながら今楽しんでいるんですけれども、このねファルコン&ウィンターソルジャー、ファルコンもそうですしウィンターソルジャーも、どちらもですね、もうアベンジャーズの、フェーズ3の段階でも、もう みんな登場をしていて、まあ、もうおなじみのキャラクターの単独作品という形で、全6話で配信されたドラマになっています。僕自身ですね、まあ、それまでねファルコンと、ウィンターソルジャーっていうのは、まあ、ファルコンはもういろんなところでね、いろんな番組こう点在して、アベンジャーズであったりとか、いろんなところでこう点在して出てくるキャラクターで、このウィンターソルジャーっていうのはまさしく、まあ、キャプテンアメリカの、ファストアベンジャーの最初の第1作目から、出てきているキャラクターというところで、もう MCU の世界観の中ではもうおなじみの、まあ、キャラクターにはなるんですけども、その2人を切り取って、やる、まあ、ドラマシリーズで、第3シリーズ、フェーズ3のエンドゲームの世界観の、半年後って言ったかな、から物語がスタートしていく、そういったね、ドラマシリーズになっていました。僕自身ですね、めちゃくちゃもうこの MCU という世界観にハマって、でこのファルコンと、そしてねウィンターソルジャーっていうこの2人、まあ、ウィンターソルジャーはバッキーっていう名前ですけども、この2人のいるままでの戦いを見てきている中で、今回のそのファルコン&ウィンターソルジャーっていうドラマをね6話 見終わって見ての感想としては、本当にこうヒーローの世界の話ではあるんですけど、まあヒーローがいる世界の話ではあるんですけども、本当に今現代社会で言われているような差別であったりとか、まあ本当貧困であったりとか、いろいろなね世界に点在するいろいろなトラブル、問題を本当にこう隠すことなく、覆い隠すことなく、まさしくそのまんま、なんていうのかな、物語の中に落とし込んでいる。だから多分、MCU の、アイアンマンとか特にね明るい、世界観、まあ、キャプテンアメリカもまさしくヒーロー映画の最高峰だと思いますし、まあ、マイティーソーもね最後のバトルロイヤルっていう作品でかなり明るくなってきたりとかっていうところではあるんですけれども、このねファルコン&ウィンターソルジャーっていうのはドラマだからこそ、6話っていうね長い時間を使って少しずつこういろんなものを描いていけるっていう余裕があるので、本当にさっき言ったね人種差別なんかもね、本当に今アメリカとか本当にいろんな世界で言われていることをすごく中心に描いているだなっていうところで、ちょっとねこう世界観としてはこうパーンっていうヒーローたちのこうなんていうのかな、こうチャンバラ合戦っていう形ではなくて、本当にそういった部分が非常にね色濃く出ている、ものなんじゃないかなというところで、しっかりねさっき言ったディズニープラスをに見ていただいて、時系列順にいろんな映画を見ていただいて、そのね終着点として、フェーズ4の始まりであるまずね第1作の、ワンダービジョンを見ていただいて、でこの後のそのファルコン&ウィンターソルジャーを見ると、多分ね最後の第6話は多分本当に泣いたっていう人がねかなり多いドラマ作品になっていたなというふうに思います。僕自身もですねめちゃくちゃ、感動してですね、まあ、曲もかっこいいし、まあ、ストーリーがねいいのは言わずもがな、でさっき言ったねちょっとまあ現実リアリティのあるストーリー展開もあるんですけども、ちゃんとやっぱり男の子たち、にも限らずですね、全世界のそういう MCU ファンが満足するだけの アクションであったりとか、それこそアーマーですよね、ヒーローたちが身にまとう、そういう特殊な武器であったりとか、そういったものも非常にこうかっこよく描いている。でドラマだから映画よりも何かいろんなものがクオリティが落ちるなんてことはないです。そこはさすがのもう世界ナンバーワンのディズニーの、ちゃんとしたねそういう仕掛けであったりとか、もう資本力ももちろん、並外れてますから、もう全くそんなものを見劣りもすることもなく、映画とまさしく同じそのままのクオリティでドラマを作ってくれるという、大変贅沢な、ドラマだったなというふうに思います。
あのね、多分まあ見てない方もたくさんいらっしゃるという中だと思うんですけども、ぜひね、あのマーベルシネマティックユニバース一つ目からね、時系列順に見ていただくと、あのすごくね、あの身に心に染みる、作品になっていると思いますので、ぜひご覧いただきたいなというふうに思います。僕自身もですね、この MCU の世界観にはまって、今までね、自分の例えば試合するタイツなんかもある程度お決まりの、デザインがあって、まあ、それをカラーリングを変えたりとかいろいろとしてきた、ですけども、今年から僕もコスチュームをちょっと新しいこう、なんていうかな、発想アイデアを入れて作っていこうというふうに思って、今回の4月16日の後楽園ホール大会から初めて、大きなね、あのキャンパスの色には赤を使って、そして僕の、まあ、タイツには絶対、横に縦に1本ラインと、太もも周りに、反対側の太ももに1本周りに、こう太ももに沿ってこう1本円形のこう線が入ってるんですけども、それを金色にしてっていうところで、それに関しては僕もね、あの MCU の第1作目である、まさしくアイアンマンのカラーリングを、ちょっと真似て、そこからインスパイアをして、今回の自分のタイツを作ってみました。で、まあ、お尻にはね、僕ミカエル、あの僕、まあ、クリスチャンということがあるんで、その洗礼名のミカエルと自分の誕生日の77っていうところで、ミカエル77っていう、お尻にね、今ね、あの名前も入れてるんですけども、そこの、 あのコスチューム屋さんに言って、このミカエル77っていう字体もアイアンマンと同じような字体にしてくれとか、すごい細かい発注をしてそれを叶えて、くれた、コスチューム屋さんなんですけども、で、タイツの前には、今回僕がデビューしてから8枚目のタイツだったので、マーク8番マーク8っていう形で、まさしくアイアンマンが第1作目からマーク1、第1号機っていうのを作ってから、最後のエンドゲームっていうところまでね、多分80何番まで多分行ったんだと思うんですけど、マーク1、マーク2、マーク3、マーク4と、まあそういう英語、まあ、型番をつけて、アイアンマンをトニー・スタークが進化させていったっていうところに倣って、僕もマーク8、8番っていう形で、前の左、太ももの前のところに入れて、で、まあ、一つ一つせっかくなんで、そのタイツにも名前を一個一個型番じゃないけどつけてあげようと思って、今回マーク8の、藤波ミカエルレオナの FML、今回はアイアンっていう名前にして、型番を作って、それを太もものところに入れてもらうっていうね、すっごい自己満足でしかないんですけども、なかなか試合してると見えることはないと思うんですけども、そういうこだわりを持って MCU の世界観から、インスパイアされて、そういうタイツを、作ってみたっていうねこともあります。なのでね、今後もね、マーク9マーク10とね、こういろいろと増えていくと思うんですけども、まあマーベルに限らず DC コミックスであったりとか、あとね、それ以外のね、ディズニーであったりとか、いろんなところからこうインスパイアをもらいながらカラーリングもしていきたいなというふうに思いますので、ぜひね、この MCU の世界観、皆さんにもどっぷりとハマってもらいたいなと。で、そして YouTube にはね、そういう考察系の YouTube チャンネルもたくさん点在しているので、そういったのでね、こうおさらい、答え合わせをしながら見ていただくとめちゃくちゃ楽しいと思います。そしてね、このフェーズ4あたりから、パラレルワールド、MCU の世界でのパラレルワールド、多元宇宙の世界が広がっていくというね、噂もどんどん広がってきているので、そうすると、いろんなね、映画会社とか権利の問題を飛び越えて、夢のような空間がこれからいろんな会社、ね、これまであった、マーベルの原作の映画との、コンタクトができるんじゃないかっていうね、噂もどんどんできてきているので、今年もこの後ね、ブラックウィドウ、スカーレット・ヨハンソンが主演のブラックウィドウであったりとか、ね、マイティー・ソーの弟のロキにフューチャーしたドラマシリーズ、ロキっていうドラマシリーズ、そして、年末にはスパイダーマン MCU になってからの、第3作目の MCU 作品の中でのスパイダーマン3、ノーウェイホームかもうね、12月ぐらいにね、公開も控えてるっていうことで、すごくマーベルも、たくさんね、刺激的な一年にもなるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ、そういったものも楽しんで見ていただけたらなというふうに思います。さあ、ということで永遠僕が好きなものだけを喋るという時間でした。ね、ぜひそういうものをご覧いただけたらなというふうに思います。さあ、ということで、番組もね、あと残り10分弱になってきたというところもありますので、今週お届けする2曲目の曲紹介にも移っていきたいなというふうに思います。
今週2曲目でご紹介するのはですね、こちらはもう映画から、選曲しました。2017年3月に日本で公開されましたアニメーションのミュージカル映画シングの中からですね、 I'm Still Standing っていう曲を、お届けをしたいなというふうに思います。このまあ、もちろんアニメーションっていうこともあるので、もちろんね、実写ではないんですけども、侮るなかれというところで本当にね、ストーリーも面白くて、そして、まあ、アニメーションが綺麗なのはもちろんね、ドリームワークスだったかな、がね、かかっているところで、綺麗なのはもちろんなんですけれども、まあ出てくる曲もね、めちゃくちゃいい曲が多い。このね、I'm Still Standing もそうですし、あとはね、レディー・ガガのバッド・ロマンスであったりとか、ケイティ・ペリーの、ファイアワークスとか、既存の大ヒットナンバーも中でね、それぞれの声優さんが、カバーをしていくっていう、そういうね、選曲なんかもね、めちゃくちゃいい、アニメーション映画になっています。日本公開、先ほど言ったように2017年3月というところで、まさしくね、本当に、まあ、ハリウッドのオリジナルの声優さんもめちゃくちゃ豪華なんですけど、日本版もめちゃくちゃ豪華で、コアラのね、主人公がいるんですけども、そのコアラの主人公役はね、内村剛さんで、ハリネズミのね、役も出てくるんですけど、その女の子役には長澤まさみさんとか、あとね、ちっちゃいね、ネズミの、歌手役のね、そのネズミが出てくるんですけど、それもね、山寺宏一さんがやったりとかっていう形で、めちゃくちゃね、豪華なラインナップで、で、このね、今紹介するアイムスタスティールスタンディングっていうのは、確かあれかな、ゴリラ のジョニーっていう役なんですけども、日本語版だとスキマスイッチの大橋さんかなが吹き替えをやっていたところで、本当に歌える人が、その、曲をね、役の声優をやっていくっていう、まあ、すごく適材適所ないい配役だったなというふうに思います。今日お聴きいただくのは、そのね、英語のオリジナル版の、曲で、歌っているのはタロン・エガートンっていうところでね、ハリウッドのね、超有名な新進気鋭の俳優さんなんですけども、僕自身もタロン・エガートンめちゃくちゃ、大好きで、最近だと、ミュージカル映画だと、ロケットマン、エルトン・ジョンのこう電気的な映画の、エルトン・ジョン役をやって、もうね、劇中でガンガンエルトン・ジョンの曲を歌っていくっていうんで、まあ、歌える俳優さんっていう、もう印象もねついてるんですけども、そのね、公開の前にはこのシングでも、このね、ゴリラのジョニー役で、この I'm Still Standing を歌っていた、まあ、それ以外にもいろいろな曲歌っているんですけども、めちゃくちゃ、歌声もかっこいい、で、僕自身もこのタロン・エガートンだと、やっぱりキングスマン、映画でね、スパイ映画で、キングスマンというシリーズがあるんですけども、そこでやっていたね、タロン・エガートン、最高にかっこよかったなと。もう007があったりとか、ミッション・インポッシブルがあったりとか、まあ、あとちょっとジョーク的な、コメディ的なところでいくと、ね、ジョニー・イングリッシュってね、最近やったりもしたりとか、スパイ映画ってすごいもう出尽くした感がある、そのスパイ映画というジャンルの中で、こんだけスタイリッシュでかっこいい、なんていうか、で物語も面白い、スパイ映画のシリーズがまだ作れるんだっていう風にびっくりした、キングスマンシリーズで、そこの中でね、タロン・エガートンも、コリン・ファースと一緒に主演を張っているというところで、アクションもできてね、めちゃくちゃかっこいい俳優さんだなという風に印象を持っています。キングスマンもですね、今年の末には12月には、第3作目がね、まあ、これは多分タロン・エガートンたちが出てる現代の、キングスマンよりも前の前日探的な、そのキングスマンというスパイグループができる経緯を描いた作品が、先にやるということになっていて、その最後にはね、キングスマンシリーズの、一つ、クライマックスになる4もやるんじゃないかという噂も出ているので、その、ね、作品の公開も待っていたいなというふうに思います。先ほど言った長澤まさみさんがやった、ね、このシングの中での役柄では、本当に、なんだっけ、ハリウッド版では、さっき言った MCU の世界でもね、ブラックビードをやっているスカーレット・ヨハンソンがやっていたりとか、めちゃくちゃね、豪華な俳優陣で固めたこのシング。最近ではね、大阪にあるユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、シング・オン・ツアーっていう体験型のシングのね、アトラクションもできてるっていうところで、僕もね、またこの緊急事態とか落ち着いたら、USJ でも楽しみたいなというふうに思います。さあ、ということで、今週2曲目お届けしますのは、2017年に公開されました映画アニメーションのシングから、I'm Still Standing、 タロン・エガートンです。どうぞ。
like a winter freezes just like ice. And there's a cold lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. And don't you know I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah. ということで今週2曲目お届けしましたのは映画シングルの中からですねお届けしました、タロン・エガートンが歌う I'm Still Standing でした、この曲ね先ほど言った通りこの後、タロン・エガートンがロケットマンでエルトン・ジョンを演じましたけどもこの曲も、先ほど言った通りカバーで、エルトン・ジョンがもともと発表した曲を、この曲な、映画の中でまた、ね、そのエルトン・ジョンを演じる、まあ、もしかしたら、ね、この時にもう決まってたのかもしれないですけど、その、ね、後に、エルトン・ジョン役をやる、タロン・エガートンが、もうね、すでに、ね、この段階で、エルトン・ジョンの曲をカバーをしていたという、ね、一曲になります。タロン・エガートンの、ね、声の、ね、ちょっと高い部分であったりとかちょっとこうフレッシュな声がすごく、この曲の明るい雰囲気にも、合ってるなというところで、非常にね僕もお気に入りの曲だったなというふうに思います。映画も一緒に、今ねいろいろと Amazon プライムとかもいろいろと配信されてますのでぜひねスイングの方も見ていただけたらなというふうに思います。さあということで今週もお届けしてまいりました、レオナズスタジオ、2回目の放送になりますけども、今週もですね残り数分という形になってきました。先週末ですね、天竜プロジェクトでの、第1戦も終わりまして次はね5月12日に第2戦も今日ね対戦カードも発表も、されたりもしましたのでぜひね今天竜プロジェクトの公式 YouTube チャンネルでも僕の、インタビュー映像とかも、すごくかっこよくね作っていただいてますので、そういったものをねぜひね見ていただいて、いろいろねコメントなんかもねしていただけたらなというふうに思います。さあそしてねいつもね毎度最後におなじみですけども、番組の応援の会も含めまして、このねトリグアーズリー FM の方ではですね皆さん随時募集の方もしています。いろいろな特典をね ご用意をしながら、番組の応援の会を募集会員募集をしていますのでぜひ、トリグアーズリー FM のサイトから、ご確認いただけたらなというふうに思います。さあということでね、今週もお届けしました、
まあ、レオナーズスタジオ、レオナーズスタジオという形なんですけど、1個僕がすごく大きなミスを、犯していることを今気づいたんですけども、めちゃくちゃさっきから MCU の世界が大好きだ大好きだ大好きだ、そして僕の、初めての MCU の番組になるっていうのでレオナーズスタジオっていう名前に、変えたっていうなんてね、明がマーベルスタジオから感化されて、レオナーズスタジオにしたんですけども、マーベルスタジオスですね、最後に S つきますね。なんで来週から S をつけたいなというふうに思いますので、そちらもぜひよろしくお願いします。さあ、ということで今週4月28日も毎週水曜日21時からお届けしてきましたレオナーズスタジオ、今日までですね、今日までレオナーズスタジオで2回目の放送、ありがとうございました。また来週以降毎週水曜日21時にお会いしましょう。今週もレオナーがお会いしました。来週以降もぜひよろしくお願いします。それではまた来週。